はい、では再開いたします。積みゲーをクイズスキャスということで、モータルシェルなんですが、とりあえず、まずやるのはいろんな、雑務といいますか、とりあえず話を進めよう。キリンのホールグリムをとりあえず一通り回ったと思うので、まずこの彼ガンガン鳴らしてるからね、囚人が。あ、なんかもっと派手に動いてるかと思ったけど。この人に1000を渡そう。はい。はあ。あ、そうなの？私、これ持って雑にいろんなとこ行ってきちゃったけど。ああ、なんか。あなたも、なんかさっきの、食害に書いてあった側の人間なのかな？あいつら、信者だけど、やってることは愚かだよ、みたいな、のを分かってるのかな？じゃあ、あと2つダンジョンがあるから、2つやりゃいいのね。あと、霧が晴れたね。なんかアップグレードされたと。なんかあなたこういう時大したものを渡せないなっていう言い方をするかってことは、なんかくれんのか？なんかあなたあれなのね、冷たいのよね、ああいう時。多分だけど、ここで確認できるよね。あ、これが、あ、自分でやらなきゃダメ？ちょっと待って、荒ぶってんな、これ。はい。封印の再生が向上。はい。あ、はいはいはい。なんかで手に入るのかな、これは。でも多分、捧げ物って書いてあるから、あいつがくれるんだろうな。でも、ダンジョンあと2つだよな。まあ、いっか。で、刀を強化。これもらったのでね。はい。で、聖なる剣が完全体。まあ、とりあえずいいや。で、あなたにが多分、こいつ匂いで人を判別してんの？犬かよ。そこの化け物ってどれのこと？あの囚人のことかな？タワーっつったもんな、今。ああ、やっぱりね、この人が霧を呼んでくれる人ということか。一列を持ってきてもらいたいか。まあ、金を払うということね。あれ人生のものなのかな？あ、なんかそんなことどっかで書いてあったっけかな？はあ。ああ、なんかそれはよくないんじゃないかな。いや、荒ぶるね。I can't say I blame you. It's not an easy hunt. はい。ちょっと使いたいんだよね、私が一物を。で、そうだな。ソロモンに一回交換。で、ないもんね、この状態だと。そこにトラバサミで、ああ、竜とあいつ持ってんだよな。あれも欲しいな。
血流回復。ハロスを召喚。この辺はいいとして、これも別にこいつじゃなくてもいいな。こういうのかな。まずはプラス600、プラス750、大した量ではないな、思ったよりも。で、高機密動車飲んでる、ティエル、使ってみる。あ、全部知ったね。で、なんであいつここで使ったんだろうと思ってるかな、こいつ。この距離でやって、決意を得ることができる。はい。ただ戻るしか書いてないからね。で、一別使ってないから、そういうことなんだろうね。あ、この辺使ってないね。使うか。これは使っていいかな。プラス300。はい。プラス375。で、そうだな、まあいいかな、使っちゃっても。はい。プラス2500、すっげえな。1300。これ1枚しかないんだよな。これも1個しかないんだよな。使う。はい。で、マックス。これを召喚ね。はい。もう1個ぐらい、なんかなかったか？私、調べてなくて無限にある。これもかな。はい。で、はいはいはい、破断から買わなきゃいけないのかな、あいつの装備のやつは。こんなもんかな、とりあえず。救世主、これがハザーンなんだろうな、多分。一回ティエルになっとこうか、じゃあ。で、なんでこんな死にかけてんの、私。はい。で、もう TL を最大まで強化しちゃおうかなと思うんですよね。できるんだったら。なんで、一別を使っちゃおう。一別が強力になるって何なんだろうな。で、うわ、プラス15だ、すっげえ。ちょっと待って、これ一回。Yes, taste the truth. で、こっち。I'm unrecognizable. A ghoul. この家には、家ってどこのこと言ってんだろうな。私の姿を見た者がって。お前なんか隠れ住んでんの。ああ、はい。あ、これ随分早い時点でのこいつの話かな。
商人ってあそこの塔の上にいるやつかな。で5000円、ターは十分、一別があと1個なんだよな。大した一別はいらないんだよな、無意味。愛情一回も使ったことないけどさ、真実すごかったな。勇気、希望、この辺宝箱から拾ったやつだからさ。で正直 TLL はあと1個で、あと1個で完全回復して、完全回復、完全体になるんですよ。なんでちょっと待って、ハザーンに、あーちょっとね、すべて、あーと、これちょうだい。で閉じる。でこっちのルートにしようかな。これをなんか違うかな。でリュートとは愛、あ、音が全然、ってかこれエレキギターみたいなやつじゃねえか。これあのカエルに聞かせてやりてえな。曲どういうのなんだろうな。これは今のと同じ曲だな。あ、全然違う。どうなってんのこれ。あー、確かにそこ全倍仕掛けになってるな。動いてるちゃんと。ジアルフィーの高見沢のギターみたい。他にもうないのかな曲は。今3パターンですよね多分。今全然来てんの。あ、これまた違うかな。これまた違うね。もう一、もう一パターンぐらいない？同じだな。あ、これもまた違うな。確かこの DLC でそっちダウンロードしてた気がしますけど、ボス戦の曲がロックになるみたいなのがあった気がするんだけど、これ作ってる人が曲、音楽好きなのかな。そういうミュージシャン系の人なのかな。3 4 5。5曲から6曲かな。5曲っぽいな。ちょっとあれ、これカエルに聞かせてやろう。これで
そう、あれ、一別あと一個だから、誰か落とすんじゃないと思ってたんですけど、カエルに聞かせてやろう。カエルに聞かせてやる道中で一別落とすかもしれんから、それでいいや。あ、久しぶり。あ、またこういうことやっちゃう。そういえばあれですね、だいぶ剣を強化してからあなたたちと戦ってなかったから、あ、一別落としたラッキー。これで20だ。ただ今の私の第一目標はカエルに曲を聴かせるだ。だいぶもう一撃ですね。あのデカブツはどうだろうな。あー、もう霧がないとこんな見えるんですね、ここ。なんか霧がある方に慣れちゃってたな、今。こっちじゃない、キノコ狩りもしようと思ってたんですけど、こっちだ。お前と調子乗ったけど、1、2、2発、弱攻撃2発、強いね。ただ私は今カエルの元に、そう、狙撃してくるやつがいるんだった。あー、お前はさすがに2発か。その辺にいたよね、あいつ倒しとこう。ちょっと演奏してるときに邪魔されたくない。あれー、そうだったね。そういえばそうだったね。はい、意外と痛いんだったね、あいつの攻撃。おい、新しい楽器手に入れたぞ。あとなんか食うか。なんかネズミが今リセットされたな。5個ぐらい食う。はい、で、違う違う、お前を楽しませに来たんだよ俺は今日。これ見ろ、これすげえぞ。あ、なんだ、新しい楽器だからか。新しい楽器、あれ、また違くね、これ。また違うね、これ。スリザリン。私はスリザリンに入寮できたのか。ああ、新しい楽器だったからかな。それとも餌の量かな。まあいいや、ありがとう。ああ、思わぬ収穫。で、そうっすね。ここまでで18分と、まあさすがにこれで終わらないんですが、どっかの段、まあ、次のダンジョン行く予定なのはこっちじゃなくて、あのグリシャの死体があった方なので、そっちのダンジョンに行って終わりにするかな、この枠は。はい、いやー、お前じゃない。お前うざいな。はいはい、ちょっとラストチャンス回復したいんで。あさってた。はい、
なんかあいつの曲違くね？だけどこっちじゃなかったかな、方向は。これあれか、グリッシュがいたところか。あいつ曲違くね？あれ俺ここ来たことなかったのかな？あ、なんか背高くね、こいつ。ここ来たことなかったのかな、実は。確かになんか、かなり厳重だな。もともと来たことがなかったのかな。ここはあれだよね、宝箱があったとこだよね。開けてなかった。この、こいつじゃなくて。ん？あ、これも別のルートだ。あ、そうだ、ここ来たことなかったんだ。まあ、そういうのもあったか、まだ。ちょっと待って、別のルートを手に入れたぞ。あいつに聞かせたいけど、なんかこの服またすぐ着替えちゃうと嫌だからな。これじゃなくて。これだ。ルートは人生だと。あ、こっちはこっちでかっこいいじゃん。なんかこの感じゼルダっぽいんだよね。まあいいや、とりあえずこれは暇があるときに弾こう。で練習しよう。そっか、行ってないところあったか。グリシャの死体がある方にとりあえず行くで。ああ、こっちじゃないな。うん？こっちだっけ？いや、しかし明るいな、霧の後でここに来ると。こっちで熱いよね。ちょっとあいつ倒すか。釣れそうだから。はい。うん？お前勇敢だな。で、多分そっちは、あ、もうターもこれ溜まってんのかな。3000ターだけが必要なの。多分そこのシスターに話しかけて、で、最後のやつを、最後のアビリティを解放できるんじゃないかなと思うんですけど。もうそれでとりあえず、強化できるものは全て強化したから、あとはもう私の、負けたりするのは私の腕の問題だって話になりますね。上から落ちてきたりしないの楽か。今読み込まれるなよ。そうだった、そういう騎士がいるんだった。あべ、あー、くそ。
まあいいでしょう。よくない、あれに当たったら死ぬ。あーん、そうだった、思い出した、あれに当たったら死ぬんだよ。もうー忘れちゃダメだよ。で、何度も何度も行ったり来たり知ってるからあれなんですよね。最初の方の枠はもうずっとホールグリームをうろうろしてるだけの回になっちゃってたわけですけど、こっちから行くのが近いかな。スリザリンって多分別にハリーポッターのスリザリンじゃなくてなんか意味があるんでしょうけど、なんて意味なんだろうな。そのままヘビの文様とそういう話なのかな。しかしやっぱり終盤に来たらザコがちゃんとザコになるっていう、来ないんだよねこいつ。いやー調子に乗ったな。一回こいつを釣った方がいいのかな。そうだ、思い出した思い出した、あいつを釣った方がいいんだった。でこいつは切る。ああ、そう、決意が足りなかったか。回復したかったんだけどね。あーすごい回復するね。もともとこいつの HP も低いっていうのもあるんだろうけど、1段階強化しただけでこんなもんか。当たんねえや。当たった当たった。こんなにミニギアが当たったっけ、ここ。増えたかな、そんなことはないか。ちょっとあいつじゃないのターゲッティングしたいんだが。一別落としたから拾いたいぞ。ここでも結局あれなんだよな、危ないんだよな。そう、こういう感じで。あー、そっか、こいつは強化型か。あー、毒で死んでくれた。あ、ボタンが押せなかった今。回復したかったんですけどね。
パリでなかなか慣れるな、まだそっちに。もう全完全に強化したっつうのにキャラクターを。あとこいつ3発の時もあるな、あさり方かな。あーくそ、あ変なの打っちゃった。はい、さてとりあえずこれでシスターに話しかけて強化だけしてこの枠を終わりにするかな。で次回このなんだっけ、ここの名前、ここを攻略していく。いきなり死体があったりして物騒なんだよな、ここ。で、これで完全に強化されるんですが、何が起きるのかな。ここから知れるティエルの情報は全部これで得られたが、自ら皮を剥いだ。anguish and pleasure intermingled freely. The sages accepted this offering, tossing his bloody gift into the flames. It was madness. Yes. 聖骸の力。聖骸ってのは、あの祭ってやつでかい遺体みたいなやつなのかな。でもあの中にいたやつから線を抜いたんだよな。はい、私はこれでティエルは完全体になりましたが、おお、なんか言い出したなこいつ。はあ、な？で？はい。あ、取引ができる。モーツァル、スペクトル。あ、一別で買うの？一別で一別を買うの？あ、まあ、あれなんだけど、こっちに得はあるんだろうけど。傷のない仮面もあると。装飾仮面。これ分からんのよ。シスターの仮面のレプリカって言ってるから、また、これとは、これよりもいい機能なのかな。これ3、1列3だけど、これ30も必要だしな。天井の音叉。シェル、あ、こういうのとかいいよね。探索にだけど。じゃあまあ、とりあえず、まあ中盤、終盤ではないんだろうけど、中盤のど真ん中あたりに今いるのかな、私は。次回、このね、ダンジョンを、攻略して、そうだな、今月中にクリアできるかなってぐらいで思ってるんですけど、モータルシェルは。どうやってもね、そんな絶対時間かかるゲームじゃないんだけど、仕事しながらだとね、どうしてもね。はい、では、お付き合いいただきありがとうございました。終了いたします。